ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャッチャッスというわけでございまして、今回もやっていきましょう。ゼロは会長実況プレイ動画でございます。さてね、今回はいいんすけど、次回ぐらいかな。俺このゲームでも屈指に嫌いなお化けとの対面が待ってて、ロケハン死ぬほど時間かかったんですよね。あーやだやだ。というわけでございまして、とりあえずですね、ここからなんですが、あれですね、なんだっけ、水のところというか川のところかに橋がかかってた、ところまでまず移動していかなきゃいけないかなというところなんですね。でまあここのね、右側の家にね、泣いてる少女っていう女の子、赤い服の女の子がね、一瞬出てきてね、あ、ごめん、1個、あ、1500ポイントが、ね、出てくるのと、あとはあれですね、こっちの奥側の方に寄り道すると出てくる、自爆霊がいるぐらいなもんなので、今からですね、こっからもうピャーって行って奥側まで行かなきゃいけないんですよ。なので、これがね、ちょっと非常に長いので、いきなりではございますけども、そちらまでスキップ。はい、というわけでございましてですね、帰ってまいりました。で、今からですね、黒沢家に帰ってきたわけでございますが、改めて、ですね、お姉ちゃん助けに行かなきゃいけないわけなんですけど、ここの地下貯蔵庫で、今人2体との、戦闘があります。結構ここね、ロケハン2回やったんですけど、めっちゃ楽な時とめっちゃハマる時に分かれるので、ちょっとね、勝率微妙なんですが、まあまあとりあえずね、ノイズ走ったところで、まあ、ここら辺でバッと現れるので、ノイズが走ったところでまずは一回手止めて、でね、手さえ止めてあげればあんまり、あー、来た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 、でこうやって来たらね、それに対して対応してあげりゃいいかなっていうところでもあるかなとか思ったりするので、でなおかつね、一発撃たれるとね、ちょっと止まってくれるっていうのと、あとはここでのこのスキル打ちでゴンって2人ともね、ヒットバックさせちゃえばいいっていう理論もあり、よいしょよいしょ、3発曲がるか、セーフ、おっと、パッパッパ、通していただいてよろしいですか、すみませんね、よいしょ、 U ターン、おい、2体に、え、後ろにいたせいで1体分しか入ってねえじゃん。もう一発来るから、待てよ、ほい、でスキル打ちして1回ダメージ与えて、ああ井戸が引っかかっておりましたか、よいしょ、でもうシンクロ率が高いで、はい、気をつけ、もう一丁できれば打ってあげれば、はい、1体落ちたかな、でもう1体も大したことないので、これで両方と持ってたんじゃない ?OK かな、はい、お疲れ。まあというわけでね、彼らは私のポイントになったのだったというわけでございまして、で、貯蔵庫から出たらですね、前回の、ところ、前回の動画で赤錆びた鍵を取ってるので、赤錆びた鍵を使ってですね、今眉が閉じ込められてる、なんだ、牢屋みたいなところのね、救出に行きたいなというふうに思ってるところでございます。でね、今回はね、シナリオ的にね、この後の展開はちょっと、あーなるほどっていう、まあ差し付いてる人もいるかもしれないけどね、なるほどっていう展開が待ってるかなってとこですね。さあというわけで、鍵穴の表面は廊下から吹いてくる、湿った風のせいで完全に錆びているというわけでございまして、赤錆びた鍵で扉を開けた。さあこれでね、中にが開いたので来たんですが、あれ、おらへんですね。まあ中に入るしかないでしょう。お、なんかここに逃げてまた置いてくの、え、なんか相反してない、片方は語りかけてくれてるけど片方は怒ってるみたいな、何なんですかね。さあというわけでございまして、こちら眉の、書き置き、机の上に古い紙に何書かれてる、これ怖くないやつかな、あ違う、これが怖いやつかな、中でまたかどっかですげえ繰り返し文バー画面の文字埋まってるみたいなのがあんね、また置いてくのじゃなかったっけこれ、ドン、あ違う、こっちはセーフだ、いつきくんごめんなさい、あった、謝らなきゃ、ちさとちゃんにも、なるほどね、眉の字のようだがね、眉の書き置きをファイルに閉じた。で、白髪の少年の写真、書き置きの下に古ぼけた写真が置かれている、白髪の少年の写真をファイルに閉じた。で、ここから動画が始まるのですが、
怖いっていうかね、最終的に、いや怖くはない、うん、多分八重ちゃんとさえちゃんですね。見覚えがありますな。さあ、そしてさらにキャラクターチェンジでございます。さあ、お前はどうやって抜けたんだと。いつきくん、謝ったね。ねえ、蝶に誘われながらめっちゃ謝っておりますね。さあ、というわけで、今状況的に、マユがどこに行ったのかっていうのを一瞬霊視する、霊視っていうかね、あのキャラクターチェンジでプレイヤーが第三の目で気づくことができましたので、そうしましたらですね、次どうするかっていうと、改めてでございますが、追いかけなきゃいけません。なのでまさかなんですけど、このマップのお役が一回終わっちゃってるんですね。なので、ここからですね、一回また帰んなきゃいけません。なので、さっきスキップしたところをもう一回通らねばならない。で、なおかつもう下にも敵がいないので、エンカウントポイントもないというわけでございます。なので、橋をね、渡り終わって渡り廊下に行ったところでまたお会いしましょう。スキップ!はい、やっと帰ってきました。さあ、というわけで、これね、途中のね、上の渡り廊下があるところら辺まで行くと、ムービーが入ってきて、ね、ちょっとだけ怖いシーンがあるのでお伝えしとくと、マユがいるんですけど、マユの後ろにですね、首の折れた女っつうのが、マユのことを追いかけてるっていうですね、シーンを、見ることになります。ね、まあ、大してアップとかになんねえから、そこまで怖くはねえとは思うんだけど、念のため忠告しておきました。さあ、行きましょう。もう、止めた場所ぴったしだったな。これね、さあ、ちなみにね、あれ自体はシャッターチャンスがまずあるのと、あとこの時点で確かですね、眉のお守りが更新されてるので、一回ね、改めてでございますけど、眉のお守り聞いていきましょう。なんやって？うん、謝らなきゃ。まあね、いつきくんごめんねって言ってたやつでしょうね。さあ、というわけで一回あの渡り廊下にアクセスしたいので、こちらのね、坂を登ってですね、改めてでございますが、あの2階渡り廊下ね、あの眉が奥側進んでましたから、とりあえずね、眉を追いかける形でですね、中に入っていきたいと思います。で、確か前回までの時点でフィルムを撮ってましたっけ、撮ってたっけ、撮ってなかったっけ、そうだよね、1位を撮ってたはずなので、多分これまだみんなと一緒に見てなかったはずだよね。これはなんかね、儀式のやつですね。なんか縄にいっぱい人がつながら撮って、で、なんか奥側んとこ、そう、縄があって奥側にズームしたと思って、あれ、こっちを見た、違う、これを見たんだ、違います、7ですね。で、縄、あ、違う、これね、あ、ちょっと待った、ちょっとね、パッと見た時にビビる人いるかもしれないから、ちょっと先に案内しておきますね。今の襖のやつ中に、八重だかさえだかが隠れてるんですよ。で、それがわかるっていう映像なんだけど、なんかね、最初教えるんだか誰もいなくて、その後に出てくるんだけど、なんか手がアップになったりして、ちょっと怖い人怖いかなと思いますので、なんとなく、カメラの構図が怖いってことだけ覚えててください。よろしくお願いします。離れてみようね。さあ、タラララララーン、誰もおらへんのよ。で、次。ね、一瞬手が一回アップにガッて映って、
この後ね。と思ったら開いて、なんだと思ったら、ね、中から出てきて、つっていなくなるだけっていう。まあなのでね、これ自体もなんか別に大した意味はないんだけど、ね、このカラ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 みたいな音がね、怖い人は怖いと思うからね。さあ、というわけでございまして、ね、ちょっとね、雰囲気がやっぱり怖いっていうね、意見もちらほら聞いてるのでね、過剰なぐらいなまでにですね、案内しながら進行していきたいと思ってるところでございます。さあ、で、こっちだったっけな。で、この後首が折れた女と戦闘が、あ、こっちじゃねえや。こっちじゃないから反対か。首が折れた女との戦闘が待ってるんですが、ケースバイケース結構怖い顔ドアップで映ってしまったりするので、その時はみんなごめんな。というわけで、まずこれ奥まで進みます。ドア開けます。開きません。扉は固く閉ざされている。お姉ちゃんはここから入っていったはずなのに。で、これで、フラグが立ったので、この道から帰ろうとすると、首が折れた女との戦闘が始まります。やっていきましょう。よろしく。あ、後ろから現れるんだわ。こうやって。ういもうね、ずっとね、首折れちゃってっから、まあ、この顔自体はどうあがいても怖いよね。で、基本的には、ひるませながらの戦闘を続けていきます。で、とあるところまで行ったら、やっぱりこれ、後ろに壁があるから下がれなくなっちゃうわけですよね。だからその時点でスキル1回ぶっ破して、ヒットバックで、こうやって、日和らせて、入れ替わるって感じですね。まあ、基本的にはこれを繰り返していけば、なんだろう、ノーダメージ抜けられるかなっていう敵からですね。よいしょ。なんだったらね、振り返るまでの隙もあったりするので。で、カウンター狙いの、まあ、戦い方をね、したいっていう人もいらっしゃると思うんですけど、攻撃前に一回下にこの子膨れるので、カウンターワンチャン事故るとダメージにつながる恐れがあると。あ、やべ。これ。ので、あ、倒した？倒したか。ごめんな、なんか、そんなつもりなかったけど、カウンターショットとかゼロショットとかいっぱい入っちゃった。ごめんな。まあまあ、でも、な、早くお眠り。さあ、というわけで、これで、敵倒しました。で、続いて、ここで自爆霊が現れます。あそこにいるんですね、書斎の男。で、ね、なんか言うとりましたね。さあ、というわけでこれね、順序的に後でもう一回来ることになるので、まあ今ここで取らなくても極論いいんですが、取っちゃいましょう。というわけでここにね、よいしょ、ね、民族学者の式5、ね、机の上に古い本が置いてあると。この桐生家は渡り廊下でつながった立花家と屋敷の構造がついてなっており、双子の家と呼ばれている。その役割は祭りに使われる双子巫女をしばらくの間この家に住まわせ、巫女としてのみそぎを行うというものらしい。みそぎの期間中、双子は屋敷を出ることは許されないが、天と地、2本の渡り廊下を使って2つの家を行き来できるようになっている。立花家側からは2階にある天の橋を使うが、桐生家側からは地下にあると言われる地の橋を使う。地の橋はこの村の地下に広がる、あれ振動じゃないんだ、深道にもつながっているらしい。深道とは村の地下にあると言われている自然洞窟のことであり、その一番深い場所は見てはならない場所があると伝えられている。そこには一部の宮司や忌み人が呼ばれる特別な人間しか立ち入ることは許されない。その場所が黄泉の門であるとしたら、被災は地下で行われるのだろうか。ね、というわけでね、民族学者の、そしてさらにね、天愛石ですかね、ここにいた学者のものでしょうか、というわけでございまして、早速聞いていきましょう。ね、あれですよね、なんか双子の幽霊もそうだし、今の話もそうだし、結構殺すっていう単語を頻発するんですよね。
ね、前回のはね、前回の儀式はね、キリエさんがね、最終的に縄でスパーンやって、それをなんかその生贄にすることでみたいな感じがあったと思うんですけど、それに比べるとね、なんかこっちの儀式の方がやばそうなあの気配っていうのがね、ちょっとなんか水所からなんか醸し出されてるというかみたいなところがあるんじゃねえかなと個人的には思うところでございます。さあ、というわけでございまして、探索できる場所がなくなっちゃったんですよ、一回。で、どうしたらいいかっていうと、今入っていた気流家に正面から入っていきたいと思いますので、正面のドアに向かっていきましょう。するとですね、幽霊が一瞬追ってですね、よいしょね、誰かが屋敷に入ろうとしておりますよね。で、屋敷に入ってったなと。で、屋敷に入ってったんですが、ここにですね、よいしょ、あるので写してみると、井戸ね、写真どっか別の場所が映り込んだ井戸のようだがというですね、井戸が映り込みました。で、この井戸がね、どこの井戸かを思い出せるかっていうのが結構あれですね、ノーヒントでプレイしてると重要になってくるかなと思っておりまして、あれ白髪の少年がいる暗横、移動する前の暗横にですね、井戸があるんですね。なので、そちらのね、井戸に向かっていきたいなというふうに思っております。結構ね、その初代から比べるとね、マップが広いので、どこに何があったかっていうのをね、ちらほらと記憶しているかどうかの勝負になっちゃうかなっていうところかなと個人的には思います。ここですね。で、こちらですね、取っていきますと、よいしょ、あれ、この後ね、なんかこれ自体はね、わかんないですけど、右上の方に口みたいのが見えてる、誰か映り込んだっつって、で、これにてですね、呪いを解除することができるのでね、バイバーイ。さあ、これで気流家の、正面が開くようになりました。で、ここで注意していただきたいのが、ここから当分の間、気流家出られなくなりますので、ある程度ですね、ここで一回気流家の目の前にも灯籠がありますので、そこでまあセーブデータの方を保存しておいていただくのが、ベターではないかなと個人的には思いますね。別に外側のところに何かしらアイテムがあるわけではないですけど、どこどこに強石まだ残ってたなとかあったとしても、取りに行ったりができないので、それ自体はね、どこかしら覚えておくといいのではないかなと思います。というわけでね、私はね、アドバイスさせていただいている通り、一回ここでセーブをさせていただいた上で、まだ時間的にギリギリ行けると思いますので、さらにこの先進んでいきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、この家に入るところまでがですね、チャプター5で、ここから先がチャプター6になります。やっていきましょうね。玄関の扉を塞いでいた気配が消えている。ここから建物に入ることができそうだ。で、先にご案内しておくと、気流家の正面、ホラーのおどろおどろしい雰囲気が苦手な人、多分怖いと思う。なんでかっていうと、やたらめったら人形が出てくるのと、あとやたらめったら、双子のお化けがね、品質するんですよ、ここ。なんで、ちょっとゾッとしやすいかもしれないけど、気にしないでいこうな。よし、行きましょう。というわけで中に入っていきましょう。ここからですね、第6の時、奇跡になりますね。まあでもなんか、ね、壺があるぐらいですから。ちなみにここに行ったはずだね。今もう逃しちゃったかな。本当は入ってすぐのところにね、いたわ。あれだ。あ、消え散ったわ。ね、おらんくなってしまったな。ここにね、双子が覗いてたんだけど、まあいっか。で、玄関はもうそれでいいとして、で、ここがですね、首吊り、なんか言ったね、で、人形飾ってあるんですけど、ここがですね、首吊り人形の間っていうところで、最初にみんなにね、心の準備をしてもらおうかなと思うんですけど、なんかね、人形のね、首が吊られてるんですよ、こうやってプランプランつって。だからね、雰囲気がね、なんかね、キモい、もうね、怖いとかじゃなくてね、キモいやつですね。で、これとりあえず中に入っていきましょう。で、で、ここの首吊り人形の間に、とりあえず万葉丸があって、で、双子の子たちが扉から抜けようとしてて、どうして殺すの？ん、じゃあ殺さなきゃいいんじゃないかな。で、殺さないで、そういう選択肢もあり、そういう選択肢もありだよ。ね、で、ここに14式フィルムがありますので、14式フィルムを取っていくと。
でね、あのここのこの動いたらね、もちろんながらもうこれね、とりあえずね、もう怖かったらね、あのどれだけこのお化けが動く、お化けじゃねえや、このね人形が動くかっていうなんか選手権でもやればいいかなと思います。でちなみにね、ここね、この怖い人形たちなんですけど、後ほどもちろん敵として現れますのでよろしくお願いします。さあ、というわけで中に入っていきましょう。またね、この中にも双子の霊が出てきます。ちょっと先に進むと、はい、ね、若干俺追い抜かしてたな。ね、奥に消える双子ってのが出てくると、ね、殺したくないはいいですけど、殺したくなかったって言ってますからね、やったんでしょう ね、ずっと一緒にいようねっつって。で、床に何か落ちてる60意識フィルムでございます。でね、ここからがね、ちょっとマッピングめんどくせえんだよね。とりあえずここが開かない、開かずの間になってます。で、ここが仏間かな、よいしょ。でね、仏間に関しては特に怖いことはなかったはず。うん。で、仏間に関してはまずここにね、紫の表紙の日記1っていうのが置いてあります。あ、これ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 ね、病んじゃったのかなみたいなね、もうなんか1回ぐらいなんか入れ替えてもバレないよっていうぐらいね、まあ、とりあえずね、手でこうやって何回も書いたと思ったら怖いと思うのでね、あのコントロール C コントロール V のコピー&ペースト繰り返したとでも思っておきましょう。で、ね、ここの机の上にはね、位牌と数珠と輪が置かれてる。建てられた書にはお経らしきものが書かれているが読むことができないみたいなね、なんか結構やっぱ怖いなみたいな、怖い雰囲気だなっつって。で、確かここにね、万葉丸があるので万葉丸をゲットしていきましょう。で、上座敷の万葉丸も取ったので、次は双子の部屋かな。双子の部屋はね、ここ自体は特に何もなくていいんだっけ。そうだね、ほこりをかぶった箱とかひな人形があって、で、ここにも確か万葉丸があって、で、この右側奥の部屋が双子、あ、じゃあここの正面ドン妻、左が双子の部屋かな。ここのマッピングにめっちゃ時間かかったんだよね、頭に入れるのが。で、ここの双子の部屋に関しては、タンスの引き出しの中に万葉丸がどっかにあって、で、これ部屋のね、あの中央ぐらいまで確か行こうとすると、あ、違う、ドアを開けようとするとか、もう一回ね幽霊が現れるんですが、まあ、とりあえずその前にからくり時計があって、万葉丸じゃねえんだわ、90式フィルムがどっかに確かあるんだよね、ここ。そう、むしろ、あ、そう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 。で、そこにねドアがあるんだけど、このドア開けようとすると双子の霊が現れます。いきますよね、こんな感じでね。で、座する人形と。でね、なんかこの座する人形ってなってて、まあなんか2個取れたからか知らんけどね、ポイント自体も多くなってますと。で、これをね、取り終わった後だと、ここに何か落ちてますねと。紫の表紙の日記にね、私の手がアザミの首を絞めた。柔らかかった、温かかった、ゆっくり動いてた。でも私の力だけだとアザミは苦しいみたいだった。最後には牛耳様が手伝ってくださろうとしたけど、アザミを私だけにしてほしいと言った。私はアザミと一つになったけど、やっぱりアザミはいなくなったんだ。もうお話もできない。お父様がアザミを連れ戻してきてくれた。私はいっぱい謝った。アザミも私を許してくれた。もう殺したりしないから、もう誰にも殺させたりしないから。お父様はアザミをムクロだと言って殺そうとしている。アザミを殺そうとしている。そんなことさせない。もうあんなことはさせないね。で、さらにですね、青水晶が手に入ります。というわけで青水晶の方聞いていきましょう。よいしょ。あ、眉も。大体もう手記と連動してますね、内容がね。さあ、では前のお守りがせっかく更新されておりますので、こちらも聞いていきましょう。本当、片割れを殺めし者、奇跡と呼びてこれを
なるほど。というわけでございまして、ちょっとね、儀式の全貌が明らかになってきたかなといったところでございますね。さあ、というところなんですが、続いてのですね、流れのところで、まあ、言うとですね、中ボス戦が待っております。中ボス戦はですね、先ほどの、双子の子たちなんですけども、あの子がね、ちょっと長期戦になりがちなので、お時間的にもね、スキップ入れてもおそらくここら辺がちょうどいいところでしょうから、ここまでと今回はさせていただきまして、また次回動画でですね、これから続き、進めていきたいなというふうに思っております。というわけで今回はこの辺でというところで、また次回動画で一緒に、物語見ていきましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。というわけで、See you next time, stay tuned! Bye bye!